はい、今回も魔界戦記ですがや6をプレイしていきます。まずは嘘あらすじを見ようね。新たな世界だった。そこはパンと妖精が暮らす世界。悪のバイキン星人を倒すため正義の味方が立ち上がる。ふっふっふ、良い子の味方、虹パンマンの登場です。愛と勇気の虹パンマンが友達さ。現れやがったな、この悪のバイキン星人め。虹ヌーネのってなんで私が敵役なんですか。うるせえな、そんなに嫌なら顔を交換してやろう。首がもげる。リンネの歯車は回り、そしてまた新たな物語が始まる。あれれ、ここは一体。私たちは破壊神と戦って、ジェットさんは死んだはずでは。俺ならこの通り生きてるぜ、ゾンビだけどな。のわしが教えてやろう。これは超転生と言ってたな。わかりました、正義は永遠に不滅ということですね。まあそういうことである。突然現れた強い魔力を持つ者たちよ、お主たちは何者じゃ。誰だこのババアは。口の悪い小僧じゃな。私は深淵の魔女マジョレーン、魔法学校マジマージの校長じゃ。マジマジ言われるとマジレンジャーを思い出しちゃうな。どっちもマジックが元だろうし、間違ってもないのでは。セキュリティシステムは万全じゃ。不法侵入者には容赦なく使い魔が襲いかかる。死にたくなければ早々に立ち去るがよい。うるせえ、邪魔すんなバーバー。俺たちは破壊神を倒しに来たんだ。なんとあの最強の破壊神を倒すじゃと。はい、私たちは破壊神を倒す正義のヒーロー、虹色戦隊虹レンジャーです。いつの間にか完全に虹レンジャーのメンバーにされちゃってるわよ、虹ワンコちゃん。私は虹ワンコではない。何を言い出すかと思えばバカバカしい。破壊神を倒すなんて無理じゃよ。勝手に決めつけるんじゃねえ。無理でも何でも俺は絶対に倒す。確かにお主からはただならぬ力を感じる。その深い闇のような瞳からも数多の修羅場をくぐってきたことがうかがえる。しかし破壊神を倒すのは無理じゃ。伝説の魔女様の力を借りぬ限りはな。第5話、魔法の変身ステッキ。なかなかまともに話ができるおばあちゃんじゃないかと事前情報がなければ思っていただろうけど、私はすでに知っている。主要人物にマジョレーヌという名前のキャラクターがいることを。このショーのタイトルは魔法の変身ステッキだし、わざわざ立ち絵があるし、状況証拠が揃い踏みなんだよな。どうなってしまうのか楽しみだ。伝説の魔女様の力を借りぬ限り、お主たちは破壊神には勝てぬ。ああごめん、オートモードが切れてたわ。伝説の魔女ん？何か知っているのかケルベロス。いや、
何でもない。続けてくれ。なんだ、知り合いだったり恋人だったりするのかな。マジには伝説の魔女様が作った究極のマジックアイテム、魔法の変身ステッキが保管されておる。その魔法の変身ステッキを使えば、たちまち無敵の魔女になれるという言い伝えがあるのじゃ。あの最強の破壊神を倒すには無敵の魔女になるしか方法はないじゃろ。よし、その変身ステッキってのを俺によこせ。無敵の魔女になって破壊神を倒してやる。おい、Z よ、そなたが魔女に変身するのか。魔女ってことは女になるのだぞ。細かいことは気にすんな。破壊神を倒せればそれでいいんだよ。魔女 Z 君、ファンアートがめちゃめちゃありそうだな。Z 様ったら破壊神を倒すためならとことん手段を選ばないのね。虹 Z さんが虹 Z ちゃんに変身するわけですね。番組的にはありだと思います。その心意気は買うが、無敵の魔女に変身できるのは私たちのような修行を積んだ魔女だけなのじゃよ。なんだよ、しょうがねえな。じゃあババア、お前が変身しろ。私がか。そうじゃの。このままでは伝統ある我が校が破壊神に粉々にされてしまうやもしれぬ。そうなれば私の可愛い生徒たちも皆殺しにされてしまうじゃろう。それだけは命に代えても阻止せんとな。わかった。たった一度変身するだけのことじゃ。私が無敵の魔女に変身しよう。人格者、そして初めての真っ当な大人だ。シュセンドルを見習え。なんだこいつらは。お主らは不法侵入者じゃからな。セキュリティシステムが作動したのじゃ。ちょうどよい。破壊神を倒すと言い切るお主の力、見せてもらおうかの。随分と可愛いセキュリティだな。なんだあの可愛いのは。妖精族っていう種族みたいだね。ディスガイアディーニが初出のクリオネみたいな種族だとか。ディーニ以降はソシャゲやったことないんだよな。なるほどね。で、なんかいっぱいジオシンボルがあるな。敵が全員ジオパネルの上に乗ってるし、全消ししてクリアするステージなんだろうね。私は頭がいいので、こんな問題すぐにわかる。が、特に何かあるわけでもないが、3分カットするぞ。まあ、3分悩んでたのでカットします。わかったぞ。いやまあすでにわかってたけど、クソ長タワーを作って、さっさと壊しに行こう。複数のキャラで持ち上げ合ったタワー状態になれば、投げることで1ターンにとんでもない距離の移動が可能だね。タワー攻撃がないのはちょっと寂しいんだよな。まあこれで全消しできるはず。向こう側に連鎖が続いてしまったが、カメラ回転ができない。見せられないよ。綺麗だな。と思ってたらクリア。見た目も美しいし、ボーナスもたんまり。しかし、パズルで解けてしまうセキュリティ、いかがなものか。脱出ゲームとかにありがちなやつ。もう手に入ったのか。気にすんな、時間短縮だ。
ただのゾンビだと思っておったが、小僧、お主、ただものではないな。んなことはどうでもいいから早く変身しろ。これも生徒たちを守るため。えい、すごい圧倒的な魔力が解放されていく。ゼットさん。誰だ、俺を呼ぶやつは。ゼットさん、あなたにお願いが。聞こえねえぞ。言いたいことがあるならはっきり言え。お願い、あの人を止めて。伝説の魔女さんかな。何だったんだ今の。どうかしたのか、ゼット。なんでもねえよ。ちょっとばかし腐った脳みその調子がおかしくなっただけだ。それはだいぶやばいのである。こっちもだいぶやばいみたいだけど。うぎゃー、なんじゃこのハレンチの姿は。誰だお前は。私じゃ、マジョリーヌじゃ。校長から魔法少女にジョブチェンジ。校長の経験が生かされることなさそうだな。ふむ、ステッキの魔力で老女から幼女に変身したようだな。冷静に解説しとる場合か。この姿どうしてくれるのじゃ。別にいいじゃねえか。高い神を倒せるならそれでいいだろ。全然よくない。無敵の魔女に変身するというのはこういうことじゃったのか。弱い1万歳を軽く超えた身でミニスカートの魔法少女に変身って、この世の地獄じゃ。1万歳を超えた魔法少女の誕生か。確かに地獄なのである。まあ可愛いしいいんじゃなかろうか。魔法少女の服装に恥ずかしがするのもテンプレだな。恥ずかしがってるっていうか、がっつり嫌がってたけども。さて、マジョレーヌちゃんのステータスをチェックするか。どれどれ。顔グラは魔法少女してんね。ステータスは SP と INT と RES が高い典型的な魔法使いタイプだね。現状で1軍の魔法キャラ、サイキック族だったかな。そのサイキック族、名前を、まあダメなやつですって言うんだが、そいつを2軍に落として代わりに入れよう。マビリティはマジカルガールで、単体対象に攻撃力プラス 50% だけど、恥ずかしがりは全能力マイナス 50% っていう純粋なデメリットマビリティだね。キャラ固有のマビリティだから外せないんだよな、これ。ストーリーで外れるんだろうけど、それまでは辛いな。といったところで、今回はこのあたりで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。